おはようございます。ランチチャンネルです。こちらのチャンネルでは音響、照明、映像機材などを取り上げています。興味のある方は是非チャンネル登録や高評価などもよろしくお願いいたします。さて、今回はですね、こちらにあるスマホ用ジンバル、インスタ3 6 0フローをご紹介したいと思います。AI 追跡搭載のスマホ用ジンバル。 とということでまた後ほどですねいろいろと説明をしたいと思うんですけれどもあまり難しい設定をしなくてもこのインスタ3 6 0ルフローがですね勝手に判断してくれていい感じの動画にしてくれるというふうなものになりますでスマホ用ジンバルは以前も実は持ってたんですけどもずいぶん前に買ったこの銀プロジンプロって読むんですか、ね、というメーカーのものを買ってましてただこれ結構古いもので こちらだと、えー、この iPhone14ProMax がもう載せられないもう重すぎてですね、えー、とちょっと動作ができなかったりとかっていうことがあるので今回ですねまずは、えー、この中身の部分をちょっと見ていったりとか、えーまあ、ちょっと機能の簡単な説明をして、えー、実際に使ってみたところの動画だったりとかで、まあ、ちょっと何日か使ってみての感想だったりとかっていうのをお話ししていこうかなと思います。 こちらはですね、えー、まあ通常のセット通常版のものとなってまして、えー、この他にもあとクリエイターセットっていうのはこれにさらにケーブル類だったりとか照明がついたりとか、えー、というものになってもう一つプロ三脚キットっていうのは、えー、まあ屋外での使用っていうのが結構想定されているようでまあ本体とは別に付けられる三脚っていうのがついてくるそうです。でカラーはこちら ストーングレーと呼ばれるものとあともう一つはサミットホワイトという真っ白なものがあるんですけれども私はですね真っ白だとちょっとなんかこう汚れそうな気がしたのでこっちのグレーの方を買ってみました。でこちら最初買った時に発酵をこうやって開けると。 えー、まあこちらに本体だったりとかあと付属品が入ってたりとかここの部分にはもう簡単なあの図ではあるんですけれども、えー、まあ取り出してどのようにセットして使っていくのかっていうのが図で書いています、まあ、多分ですねここを見ればなんとなく使い方はわかるんじゃないかなと思いますそしてあとここですね、えー、まあ専用のアプリがダウンロードができる qr コードが書いてますのでこちらからアクセスして、えー アプリをダウンロードしてで、まあ、インストールをしておくことをおすすめしますで入ってたのは、まあ、本体とスマートフォン用のホルダーですねこちらあとはこの USB の A から C のケーブルですねこちらが1本それとあと本体を持ち運ぶときに使えそうな、えー、こちらの巾着のポーチですねこれが付いてますあとは、えー、こちら、えー、説明書だったりとか、まあ、安全に使うためのというふうな書類関係になってます 一応この使い方の説明書ですねこちらにはやっぱり図で書いてますね特に説明が書いてあるわけではないんですけどもほとんど図で書いてあってなんとなく使ったことある方とかこういったことに詳しい方だとまあここら辺を見れば、まあ、なんとなく使い方がわかるかなというふうな図が書いてありますそれとあと装着してしまってるんですけどもこの グリップですねシリコンのグリップがあるんですけどもこちらも付属してきます、うん、このシリコンのグリップなんですけどこちらはですねできればつけることをおすすめしますやっぱりこれがないとですねかなり持ちにくいかなと思いますので是非、まあ、ですねつけておいた方がいいかなと思います普段こんな感じの,あの首から下げれる紐をですね使ってましてでこれがケースですねになってるんですけども、まあ、これを外してこのこの ケースの上からこんな感じでつきまして一応しっかりとあのホールドしてくれるのでまあいちいちこのケースを取り外さなくても使えるっていうのはちょっと嬉しいところではありますこちらとここがマグネットになってますのでこちらをカチャッとつければちょっと振ったぐらいじゃ全然取れないので まあよっぽどあの激ししいい動きをしない限りはです、ね、取れることとはななないいいんじゃないかなと思いますでこの折りたたまれているのでこれをこんな感じで、まあ、勝手に今音が鳴って電源が入ってここに通知が出てくるのでここをタップするとで今これもうアプリが立ち上がっているんですけどももうすぐ撮影ができる状態になります。 一応メインの部分はこちらの真ん中の方のですねこの部分ですねここ下が電源ボタンだったりとか録画開始だったりとか撮影のスタートストップのボタンですねあとはこちらですね1回押すとインカメラとアウトカメラが変わったり2回続けて押すとカメラが縦になったり横になったりで3回押すと写真モードか動画モードか変わったりとかそういったことができるようになりますのボタンに関してはですね 少しカチッと押せるようになってますのでこんな感じで物理的に押すことができます、まあ、後でまた説明するんですけどもえーまあモードを変えたりする時にはここの部分を半円こうなぞるようにするとですねモードが変わっていくという、まあ、こんな感じでえ押すだけではなくまあタッチ式のえ機能もついてます。ここここのの横横ですね実はここの横にもホイールがありまして カメラの,その倍率を変えたりとかこんな感じで回しっぱなしにすると、えーまあ、ズーム機能ズームインズームアウトができたりする機能もついてますこれもすごく便利だと思いますでこの横の部分には、えー、タイプ C の、えー、コネクターがついてますので、えーまあ、ここで充電したりしますで一番、えー、こちらは「in」って書いてましてもう一つこちらには「out、えー」アウトと 書いたタイプ C のコネクターがあるんですけどもこちらはま例えばクリエイターキットについている照明の電源を取ったりとかあとここからスマホにえ例えばタイプ C からライトニングのケーブルなんかを使ってえま充電しながら使ったりとかえそういったこともできるようになります。あとこの底面の方なんですけどもえこちらですねえ三脚用の穴がついてますなので三脚に固定することもできます。ただまあやっっぱりえ何と言っても このインスタ3 6 0 f フローで一番便利なところというと、まあ、まずこう伸びるというところ、えー、実際にこうやって持つとですねやっぱりこのグリップだけじゃちょっと力がいったりしますのでここの部分を伸ばしてちょっと安定させるっていうところととさらにもう一段階こちらが伸びますのでこちらを伸ばして開くことによって、まあ、最初にここ立ててたようにこんな感じで三脚として使うことができます。 こうやって三脚が内蔵されているスマホ用ジンバルとしてはかなり珍しい。多分これが初めてではないかなと思うんですけれども、まあこれはですね、まあここを数日使ってみてかなりやっぱり便利だなと感じました。そしてあとこちらのやっぱり優秀な点というのは、まあアプリなんですけれども AI 追跡というのがかなり優秀だと思います。 まこちらに関してはですねまた後ほどえ実際に使ってみた動画でご紹介しようと思うんですけれども顔だったりとかあと物ですねえそういったところをえ認識してそれをずっと追っかけてくれるというふうな機能がついてます。そちらはですねえ例えばここのトリガーを1回押すとま人が写ってた場合には大体いい人の顔っていうのがロックされてえその顔をずっとえ勝手に追っかけてくれるというふうな機能になります。 これはやっぱり Vlog とかされる方にとってはかなななり便利な機能になっていると思いますそしてさらにこちらはここここを伸ばすことができてさらにここもこんな感じで折り曲げることができるので短いとこれぐらいの距離で撮ってしまって絵的にですねちょっとかなり顔がアップになっちゃうのでこれぐらいの距離で撮ることができればですねなんか自然な画角で。 取ることができてこういったちょっと伸ばせてさらに折れ曲がるというこういった部分も本当によく考えられた点だなと思いますちなみにここをちょっとですね折り曲げるためにはちょっと出さないとこの部分が出てきますのでちょっと引き出してそれから曲げればこのような感じで取ることができますであとですね実はここにコールド臭が ついててましておすすめとしてやっぱり言われてるのはロードのワイヤレス Go だったりとかあとはその DJI とかも、えー、ちっちゃい DJIGO っていう、えー、ちっちゃいマイクですねそういったのが、えー、言われてるんですけども、まあ、やっぱり小型のものしかちょっとつけれないかなという感じみたいでさすがにですねちょっとこういったタイプのものはですね、まあ、ちょっとこのネジの部分に干渉してしまって。 これ以上奥にさせなない状態になるんですけどもさすがにちょっとこういうレシーバーとかっていうのは無理じゃないかなと思うんですけども、まあ、ここにですねそういった、えーまあ、外部マイクのレシーバーとかを取り付けられるので、まあ、ピンマイクですね、えー、ワイヤレスで飛ばしてでそれを このスマホに入力してあげればですね、まあ、遠くにいてもですね、えー、まあ追っかけてくれるし、えー、音もしっかり聞こえるしということで、まあ、ちょっとしたところなんですけども、まあ、こういいいった嬉しい機能もついてます。アプリの、えー、まあ簡単な説明なんですけども、えー、ま,まずここの部分ですね今動画ってなってるんですけどもあと写真のモードパノラマ写真のモード これはたくさんの写真を撮って1枚のちょっと広い広角のレンズを使ったような写真にしたりとか横の180度分撮ってくれたりとかさらに240度分の広さで撮ってくれたりさらにはですねその時にはカメラの向きを裏表変えたりとかしないといけないんですけれどもそういった機能もついてます。 あとはタイムラプス機能例えば1秒間隔だったりとか0.5秒間隔で、まあ、例えば10分間撮り続けたりとか、まあ、5分間撮り続けたりして、まあ、幻想的な映画を撮れるようなモードですねあとタイムシフトというところでタイムラプスとちょっと似たようなところではあるんですけれども、まあ、歩きながら撮影するんですけれども、まあ、連続したものというよりは1秒間隔とか0.5秒間隔とかというところでパラパラ漫画みたいなそういった動きの映像を撮ることができます あととはまあスローモーモンで撮ったりとかこのドリーズーム機能ですねこれは例えば引きながらズームしていくとまあ中心の人物だったりとかの大きさは変わらず背景が引いていくような映像になったりとかそういった映像が撮ります。あとワイドスクリーンモードということでこれはあのシネスコというか映画だったりとかの サイズになるような感じでちょっと映像作作品をりりたたいい方だったりととかかにはおすすすめのモードかなと思いますあと縦になってライブモードということで例えばインスタライブとか YouTube ライブとか TikTok ライブとかそういったのをされるときにはこちらで撮影してで実際にそのアプリの方に行ってそのアプリがこのインスタ360の映像を 取り込んでライブ配信すするというなな感じのモードになっていますでこのバスケモードというものがあるんですけども実際ちょっとこの近くにバスケットゴールとかがなくて実際にどんな感じになるのかっていうのは分からないんですけども例えばそういった特殊なこういったモードもありますよく使うのやっぱり動画モードだと思うんですけども動画モードに関しては iPhone14ProMax であれば0.5倍だったりとか。 1> 1倍あと3倍ととかですねあとはその任意の倍率でこのようにズームすることもできます。まあその時にこのジョグダイヤルを使えばこんな感じでカメラを切り替えたりあとズームをしていったり今ちょっとゆっくりズームしていってると思うんですけどもこんな感じで操作ができるようになります。 撮影モードですねお使いのスマホにもよると思うんですけども 4K1080p720p あと24フレームだったりとか30フレーム60フレームだったりとかで撮ることができますでカメラの設定もオートでも十分優秀なんですけどもマニュアルでシャッタースピードとか ISO 感度とかっていうのを決めることができますここのフローモーモドとということで まあジンバルのの追いかけるモードの設定ですね今自動になってて自動だとの本当に勝手にいい感じにしてくれるんですけども例えばフォローモードあとパンフォローモード FPV モードというのがあって例えばフォローモードだとこんな感じで上下にするとカメラもちょっと上下にそのままついてきてくれるという風な感じですね。 パンフォローモードにするとこの横の動きに対してついてきてくれて縦の動きはまっすぐ向いたままというふうな感じですね。あと FPV モードですね。これはよくそのドローンとかでも使われているようなモードなんですけども動く方向に対してこう滑らかにこうカメラが動いてくれるというふうな感じになって。 結構ヌルヌルした感じの動きになってくれますフォロー速度、まあ、ジュンバルが動く時に、まあ、素早く動くのかゆっくり動くのかっていうところを選べたりでジョイスティックの方でこうやって動かすときに速くするかどうか、まあ、その時の速度が選べます。 あとはズームの速度とかあと追跡感度とかそれぞれ細かい設定ができるようになっていますこの右上の方にはこのインスタ3 6 0フローの電池残量とあとこのスマホ自体の電池残量が分かるようになっていますちなみにこのインスタ3 6 0フローに関してはバッテリーは12時間持つということです まあかなり長く持ちますよね。まあ実際ちょっと初日使ってでフルで一旦充電してでそれから二日目三日目と使ってるんですけども、まあ電池残量に関してはまだ半分くらいですねという状況になってます。それでは実際の使用方法なんですけども、まずはこちらにカチャッとくっつけてそれからここを クッと展開します、はい、するともう、えー、アプリが立ち上がって撮影ができるという状況になります、まあ、まず準備はこれだけですねで撮影のスタートはここの、えー、ボタンですねこちらを押せば、えー、撮影がスタートしますし、まあ、実際これで、えー、あとは撮影をしていくというふうな感じになります、まあ、自撮りをする時には伸ばしてこんな感じで撮ったりとか 反対に向けた状態でちょっと地面スレスレなんかをこうしていくとかなりですねでまあ最初の方にも言ったんですけども、まあ、このシリコンのグリップに関しては、まあ、やっぱりですね、えー、と持ちやすさが全然違うので、えーまあ、つけて、えー、撮るようにしてあとはこのこの部分ですねもうちょっと引き出した方がより安定して持てるので楽だと思います。 場合によってはこう両手で多分持った方が安定すると思うのでまあやっぱりそういう時もえここ引き出してた方がいいかなと思いますやっぱりですねこう取っていくとセンターがずれたりするのでその時はこのトリガーをダブルクリックするとえちゃんとセンターに戻ってきてくれますであとまあえどのモードでも一緒なんですけれどもまあこのジンバル自体をロックしたいっていう時にはこのトリガーをえーずっと押し続ければですね この状態がキープされますで一度離すとまた動き出したりしますので、まあ、例えば横にずらすだけだったりとかの場合は対象物に対してロックしてでこのままこう横にいけば滑らかな、まあ、スライダーみたいな効果が生み出すことができます。 まあこのジンバルのモードをですね、えー、あんまり変えること実際なくて、まあ、ほとんどオートモードでずっと撮ってるので、まあ、これだけでも十分優秀だと思います <music> それはではすね、まあ、GoPro と、えーまあ、その揺れの比較だったりとか あとこの顔を追跡するのを試したりとかそれぞれ撮影したものがありますので、えー、そちらの方を少しずつですけどもご覧ください。<ウ>はいえー、っと今からちょっっとと追跡のテストをやってみたいと思い思ます、えー、っと今顔をロックした状態になっているので、えー、これがどこまで認識してくれるのかっていうのをやってみたいと思います。では動きますうんお ね追ってますね,追ってますねちょっと距離離れてみますおメ今5メートルぐらい離れてるんですけどおおってる追ってるちょっと影に柱に隠れてもまた追ってくれてるおおロックを外さないですねおおおおとお すごい追ってくれてました画面の揺れ方の違いっていうのを比較していこうと思いますまずは GoPro でちょっと走ってみますじゃあ行きます 自分なりに頑張って走ってみたんですけどどんな感じでしょうでは次にインスタ3 6 0フローで走ってみたいと思いますじゃあ行きます では次にですね、この自撮りをしながら歩いてみた場合っていうのをちょっと比較していこうと思います。ではちょっと歩いてみます。どうでしょう。うん、インスタ三六マルは、えー、まあ棒が伸ばせる分ですね、結構やっぱり距離が取れて、ちょっと引いた引いた絵になっていい感じですねで。顔もロックしてくれてるんで、まあちょっと 手がぶれても全然しっかり顔を捉えてくれてます。GoPro も、えーとまあ、ワイドなんで顔は捉えてくれてるんですけど、えー、と明るさがどうしてもちょっと GoPro のそうですね、うん、設定もあるのかな。ちょっと 暗いような気がしますインスタ360は、まあ、このアプリの中で、まあ、オートでいろいろと設定を変えてくれてるので、えー、例えばちょっと逆光気味になってもちゃんと顔の明るさ大丈夫ですし GoPro はちょっと暗いかな太陽の方向向くと少し明るくなりますけど 写、うん、りの差っていうのは全然違うような気がしますね。うん、であと手ぶれの感じどうでしょう、まあ、こう見た感じですね GoPro も全然大丈夫だしインスタ 360Flow も全然、えー、揺れっていうのは、えー、気にならないですねいい感じだと思います。 それでは次にアウトカメラでの比較をやってみたいと思います。はい、これはですね、まあゴープロもエンスタ三六マルフローもかなり揺れは抑えられたスムーズな円になっている感じがします。ゴープロは画面をクロップして揺れを抑えている。 えー、というところとあとインスタ360フローは三、えーまあ、軸で、えー、カメラを制御して、まあ、揺れないようにしているという、えー、違いが大きいところではあるんですけれども、えーまあ、それぞれですね、えー、としっかりと揺れを抑えられてるんじゃないかなと思います。例えばこ、えー、ここにある石碑ですねこれを対象物として えー、ロックすする場合ですね例えば斜めからやった時に、まあ、こんな感じで大技突破にロックされるんですけどもこれが動いていくとだんだんその対象物の形っていうのが認識されてえとこの大きさもロックの枠の大きさとかも自動的に 大きくなったり、小さくなったりすごいずっとですね、その物の大きさだったりとかっていうのを認識しながら捉えてくれるみたいですこれはかなり優勝ですねある程度こう最初にざっくり囲っておいてえ動いていくことになんと認識してくるっていう感じ ぽいか、ね、かがだったでしょうか、まあ、もちろん GoPro も良かったんですけれどもこのインスタ3 6 0 f フローに関してもともとスマホの性能にもよってくるんですけれどもやっぱりこの iPhone14ProMax だったりとかカメラの性能がいいスマホを使った場合ですねかなりですねいい動画が撮れてるんじゃないかなと思います。日常的に、えー、とこれを持ち歩いて 使うっていういのもあの折りたができるので持ち運びもしやすいんで,です、ねえーまあ、特にその自撮りをしながら歩いたりするときにはちょっとこう横を向いた隙にぶれたりする時もありますのでその顔をずっと認識して追いかけてくれるっていう機能はですねかなり賢いので、えー、これはかなり素晴らしい機能だなと思います。でやっぱり外に持ち出して一番実感したのがこの三脚にすぐなるということですね。 まあやっぱり外に行った時に横に寝かすっていうのもちょっと嫌ですしまあいちいちその外付けの三脚なんかをつけるのもちょっと面倒くさかったりしますのでこのようにこうスッと引き出してこうやって置けるというのはですねこれはかかなななりポイント高いいいんじゃないかなと思います今日がですねちょっと雲があってちょっと陰っていたっていうところがあるので GoPro の映像は なんとなくちょっとこう暗い感じになっちゃったんですけどもやっぱりこの iPhone で撮ったりするとですねそこら辺も勝手に明るさ調整してくれたりとかアプリ自体が優秀でしてくれますのでちょっと暗い時とか環境が悪い時でもですねしっかりと綺麗な映像で写すことができます。これかからですねゴーールデンウィークだったりとかその夏は え夏休みということで旅行に行ったりとかされることが多くなってくると思うんですけどもまあそういった時にはやっぱりこの大体持ち歩いてるこのスマホっていうのとえこのインスタ3 6 0フローですねえこちらをまあポケットに入れることもできるくらい小型なのでえこちらを使ってまあ旅行に行かけると手持ちでこうスマホで撮影するよりもですね断然あの綺麗な映像が撮れるのでまあ映像を見返す時にですねまあ手ぶれも少なくてやっぱりこうちょっと。 いつもととは違った感じででで撮影することができるこがきので、まあ、そういった意味でもおすすめですしあとまあやっぱりこの YouTube やってる方、まあ、ちょっと動きながらとか、えー、料理したりとか一、えー、人でちょっと動きのある動画を撮ったりとかする時とかですね、えー、そういった時には、えー、その AI で勝手にこう追跡してくれる機能っていうのはですねとても助かるんじゃないかなと思います。あとととはそそのの音楽関係とかで言うとでうすね、まあ、例えばそのライブ する時の撮影でもこれは使えるんじゃないかなと思いますし。まあ例えばそのボーカルを狙って設置しておくとか、キーボードの人を狙って設置しておいたりとかすればですね。ま常にこう顔を認識して、まある程度、その中心に顔を入れながら撮影してくれるということで、まカメラマン一人分みたいな感じで使うこともできるんじゃないかなと思います。本当にえっとインスタ360フロー優秀で。 でさらにこのスマホ自体もですねどんどん性能がやっぱりアップしてきているので例えばコンデジあと一眼レフカメラそういったのにかなり近いところまで来てるんじゃないかなと思いますのでこれからのこのちょっと動画制作っていうものに対してですねスマホをメメインのカメラとととしてて使うっていういいこともですね増えてくるんじゃないかなか例えばその新ゴジラとかえー、っと最近の新仮面ライダーとかですねっていうのも実はその iPhone で 撮影している場面があったりするということなので、えまあこのようにこの iPhone とかスマホを使って撮影する映像というのも今後増えてくるのではないかなと思います。ちなみにこの使っていてですね、あのー、あんまり気になる点というのはないんですけども、まああえて言うならばですね、これを伸ばした状態でずっとこう持っていると、さすがにですね重たいです。まあお子様とかだと。 かなり両手でしっかり持たないと難しいくらいだと思いますし男性の方でもですねちょっともしかしたら手首をやっちゃうぐらい重さがあって重さで例えるならですねこれこれこれ 900ml のペットボトルなんですけどもこれをこんな感じで持っている重さだと思っていただくとちょうどいいかなと思うのでもし えこの購入を検討されている方はですね900の,このペットボトルっていうのをこうちょっと軽く持ってみていただくといいかなと思います。あとまあもう一つその気になる点というかえっとちょっとここは謎の部分ではあるんですけども実は立ち上げるとアップルウォッチも反応するようになってましてえ私そのアップルウォッチっていうのがちょっと古い世代なので対応してないのかもしれないんですけれどもまもしかすると a p アップルウォッチで何かしら操作ができるように なっているのかもしれませんこの辺りですねちょっと調べてみてまたご報告をしてあこちらですねランドチャンネルの撮影でもですね、まあ、今後ちょっと使っていけたらなとも思ってますしまあちょっと外に取材に行ったりとかする時にはこれを持っていって、まあ、スマホでこうやって撮影するというのも全然ありだと思いますので、まあ、ちょっとどんどん試しにいろいろと使っていこうかなと思ってます。 とということで今回はこちらインスタ3 6 0フローこちらをご紹介してみましたほんと最近買ってよかったなと思うナンバーワンぐらいに入るので、まあ、下にリンクも貼っておきますのでぜひですね概要欄からご覧頂ければなと思いますでまあたまにですねこれで撮ったものをですねツイッターとかインスタとかそういったところで使っていこうかなと思いますので、まあ、ぜひですねツイッター インスタ、ソーシャルの方もチェックをよろしくお願いいたします。ということで、今回は以上になります。もしですね、なんかあのご質問とかご意見とか、こんな使い方ありますよっていうふうなことがありましたら、ぜひコメント欄の方にお寄せください。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。